ストバスアレナよりお送りしています。 Football is my life な皆さんこんばんは。同じくジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さんよろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはオランダ対イングランド。オランダの選手が入場します。試合が始まりました。画面に向かって左から右へ攻めるのがオランダ、反対に右から左へ攻めるのがイングランド。VTR でご覧ください。ダマン、この選手は動き出しが非常に速いですね。ワン・ツー、前半15分ペネトレイト、これはゴールキック。攻撃の手を全く緩めません。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ヤマン。おっと、ファールを取られました。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2-0、オランダ2点リードしています。さて長谷川さん、はい、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、もっと展開の早い攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。スローインです。
俺はチャンスだ。ドリブル、シュート、ワン、ツー、ヤマンコーナーキックになります。ゴールマウスに嫌われた。さあチャンス到来、ヤマン、ヘッドでパスを送る、サイドフラッグが上がる。交代した選手がサポーターの声援を受けている。もう一度見てみましょう。シュート、キーパーこぼした。ゴル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 、オランダ着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。ここで守備のギャップをうまくつきましたね。抜かれた、空中戦、ワン、ツー、ヤマン、ここで試合終了のホイッスル。オランダ粘り勝ちです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。実にいい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。